皆さん、ただいまー、やっー、天地シスターズです。今日は3人とも黒で、黒で、腹黒シスターズと呼んでください。違う、熟女シスターズ、熟女、もう熟熟で、もう熟熟で、はい、では自己紹介を、はい、今から、はい、松浦あやです。嘘すぎる、何言ってて、何漫才やってんすか。良好をやってます、折笠愛です。よっ、あいちゃん。そして、はい、あやかさん、あやか役の高田由美です。いや、そして美穂氏役のニーハオ水谷優香です。よろしく。かわいいです。ありがとうございます。きっと今フレームアウトしましたね。フレームアウトしましたね。いやだけどね、始まりましたね。本当に始まるとは思ってなかったです。本当、始まる始まるとこう噂を聞いて何年経ったでしょうっていう、祭りがまた始まりました、ね。祭りだ、祭りだ、嬉しいです。だけどさ、今日のスタジオって、うん、あ、今収録後なんですけども、はい、あの同窓会みたいでした ね、 ね、結構みんな変わってなかったね。そうですね、そうだね。なんか他のスタジオではいろんな役としてさ、うん、あったりするんだけど、うん、やっぱ天地ファミリーで会うと、うん、やっぱなんか懐かしい、懐かしい ね、居心地がいいね。そうだね、それもやっぱりさ、スッとこう入っていけちゃうからね、不思議だよね。でも久しぶりに、あの懐かしい天地のあのみんなのキャラを見て、あのなんかなんて立体感のある髪型なんだろうって言えてる、ね、なんかじんときました。あ、これよこれ、何もここまでとんがってなくてもいいですかね。やっぱさ、それみんなさ個性的だよね。そうだね、キャラクターがね。そう、ワッシュさんのあの喋りも久しぶりに久しぶりだね。もうゆうこちゃんのあの妙子のできてたか。十分です。ありがとうございます。本当に今回の天地は、うん、結構懐かしの、うん、第1話とか、うん、そうだね、第2話とかちょこちょこ入ってるじゃないですか、ね、あれもまた、うん、あの新たに収録したりしているので、うん、見どころですよね。そうですね、私ね、うん、でもね、こんなにテンポ早かったかなって思っちゃった。私も思った、これ絶対入らないだろうって、ね、あのその話は入らないんですけどって、前は入れてましたよって言って、やっばーい、ね、だからこう抜粋パッパッパッパってしてるから余計、うん、なんかあの、こんなスピードで喋れないっていう感じ、ね、うん、あと愛香がね、うん、順調なの。そうなの、私も私ね、今回のシリーズはもう決めました。この順調らしいね。なんかお姫様だったんだな、言わずにそのまま邁進していきたいと思います。いえいえ、皆さん安心してください。絶対あの戻っていくと思います。私なんかさ、天地途中組だから、気がついたら2人が罵倒し合ってる番組だったね。そうそうそう、どんどんエスカレートしてっちゃったし ね、 最初の頃の涼子と愛香がすごいまた新鮮だった。そうそうそう、うん、ね、ちゃんとすごい対照的で ね、描かれてたよね。そうそうそう、なんかこう涼子はおどろおどろしい、ちょっと怖げな感じがね、クローズアップされてる、うん、で、お姫様に、お姫様だった、だってほぼあからめてました。私はね、涼子となんか久しぶりに、すんごく久しぶりに触れ合ったって感じでしたね、うんうん、あの可愛かった、すごいよかった、うん、ね、涼子かわいいね、かわいい、欲しい、欲しい、持って帰りたい、えっちゃんも欲しい、えっちゃんも欲しい、えっちゃんも欲しいね、えっちゃんね、あんな可愛いのにね、最近フラダンスしてるらしいです。そう、想像しただけで可愛いとかって思うの。イベントもいっぱい回りましたけど、そうですね、今イベントがあったら、えっちゃんフラダンス踊ってくれる、きっと踊ってくれますよ。みんな芸をさ、ちょっと合わないうちに身につけてるじゃん。アイちゃんとかさ、太鼓叩けるようになっちゃったんでしょ。すごいよね、もうチェリーブロッサムでさ、うん、あとね、今ちょっとタップやってます、うん、かっこいい。全然できないんですけど、まだね、どうしましょう、なんかやってる、何かやったかな、特に何も。私も病院通いばっかり、うん、私もなんか外道番組ばっかりやっててやばいことになってます。病院外道番組だけど、最近ちょっと休んでるんで、ちょっと品を取り戻しつつあるんですけど、まあまあ、このシリーズもまだまだ、6本
本予定。6本予定ですね。はい、なんだと、5回もみんなとこうやって同窓会のように会えるっていうのが、そうだ、だってさ、これ始まった時はさ、そんな続くって思わなかった。全然思え。だからこれも6本って言われてるけど、みんながガンガン応援してくれたから、ね、そうだよ。12本だったり、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてほら、また再び劇場用なんてことも。いいよ。テレビになっちゃったりもする。あと北海道とさ、各地のイベント行っておいしいもの食べたり。やったー、ラジオも始まっちゃうから。やったー、嬉しい。というわけで皆さん、応援してくださいね。よろしくお願いします。